ポールマザースキーはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリンク出身の映画監督、脚本家、俳優。祖父母はウクライナからの移民。母はダンス教室のピアノ奏者。ニューヨーク市立大学ブルックリン校在学中より学生演劇にのめり込み、卒業後の1953年、スタンリー・キューブリック監督の恐怖と欲望で映画デビュー。 テレビ番組の構成作家としても活動し、ダニー・ケイショーザ・モンキーズなどを手掛ける。一時期はコメディアンとしても活動した。1968年にピーター・セラーズ主演、太ももに蝶のシナリオを書いたことがきっかけで、1969年にはボブキャロルテッドアリスで監督デビューを果たす。1974年の監督作、 ハリーとトントで評価され、1978年の結婚しない女はアカデミー作品賞にもノミネートされた。1990年代後半以降は俳優業をメインに活動していた。2014年6月30日、心肺機能停止のため死去した。84歳ボーツ。映画監督、俳優のポール・マザースキーさんが死去84歳。 シネマトゥデイ2014年7月2日。ありがとうございます。